アレクサンダー・カラカセビッチはセルビア出身の卓球選手、ダブルスの名手である。1993年にバルカン選手権に出場したのを皮切りに、1995年ワールドチームカップ、1996年バルカン選手権、1997年、2001年、2005年とメディテレニアンゲームズに出場している。 ITTF プロツアーにも1996年から参加し、ダブルスで優勝するなど好成績を収めており、1996年、2001年、2003年にはグランドファイルにも出場している。ヨーロッパ選手権には2000年から6度にわたって出場しており、そのうち混合ダブルスの優勝を3度経験している。世界選手権には1995年の 天津大会から出場しており、2003年のパリ大会と2007年のザグレブ大会では男子ダブルスにおいてベスト8に輝いている。その他数々の大会においても主にダブルスで優秀な成績を収めている。オリンピックは1996年のアトランタオリンピック、2004年のアテネオリンピック、2008年の北京オリンピックに出場している。ワルドナーに あいつが酒を止めたら誰も勝てない。とまで言わしめるほどの類稀まれな才能の持ち主で、天才的なバックハンドに代表されるトリッキーなプレーを得意とする選手である。しかし甲不調の波が激しく安定感に欠けるため、ワルドナーやサムソノフのような成績は残せていない。ありがとうございます。